おい、何見てんだ俺。というわけで舞台東京リベンジャーズの音楽を制作しました。クールジャパンパーク大阪 WW ホール、そこで8月6日から8月8日まで、東京公演が日本青年館ホールで8月19日から22日まで公演されます。よろしくお願いします。ですね、7月はねこの音楽制作でいっぱいいっぱいになっておりました。この作品はタイムリープもので、でヤンキーものということでね、今日はね中途半端なこのヤンキースタイルでお送りしたいと思っております。このために十数年ぶりにピアスを開けてみました。実はねこれ前から買っといたんですけど、この十字架のピアスをつけております。はい、制作中に緊急事態宣言が出ちゃって、ちょっとねこれ公演どうなるのかなって思ってたんですけど、いろいろな対策が追加されたんですけれども、無事公演されるということで安心をしております。気をつけてご来場ください。まあ本当にねこの舞台久しぶりにねたくさん音楽を制作した気がしますね。まあ最近の舞台ってどうしてもね感染対策とかそういうのもあったりして、ドカンとねでっかいものができなかったりするんですよね。でもその中で今回は結構ガッつりかなりがっつり楽曲を制作させていただいて、僕の音楽は劇版ですね、演技している時に流れる音楽をやってます。で主題歌はサーバニティというあのバンドプロジェクトですねのヒーローという楽曲が主題歌になってます。その1曲以外の音楽は僕が作ってますね。主題歌のヒーローのメロディーを使ってもういろいろな曲を作ったりしてます。まあ結構ねちょっとモチーフを使いすぎちゃったかなっていう感じでかなり盛り込んであるので、見に行った方はねヒーローのメロディーがどれだけその演技の後ろで流れてるかっていうのを聞いといてもらえると楽しめるんじゃないかなと思います。今回の演出は伊勢直弘さんです。伊勢さんは前回は舞台この音止まれでご一緒しました。でまあ2回目ですね、演出家さんとご一緒する時って1回目と2回目ってかなり違うんですよね。やっぱり1回目はこの方がどういう風な好みでどういう風な音の付け方をするんだろうっていうのが分かんないから探り探りになっちゃうんですけど、2回目以降はだいたいこういう音楽の使い方をするんだなっていうのが分かってくるので、まあ、非常にねやりやすいんですね。今回2回目ということでね、もうやりやすくやらせていただきました。音楽の内容としてはまあもちろんねやっぱりヤンキーものなのでね激しい、もうギターを使って激しい曲調となっておりまして、それとこう対照的にねこのヒロインのひなとのやりとりとか、あと竹道の心の中の動きみたいなのが変わっていくのとか、繊細な表現も目指して作りました。もう制作は全部オンラインで、もう僕もねこのご時世なんで一切こう現場には行かずに制作したんですけれども、そこでですね毎回稽古の映像っていうのが送られてくるんですね。演出助手の丹治さんっていう方がいるんですけど、多分丹治さんがまあとがきとか後でナレーションするセリフとかを実際に喋りながら稽古を進めていくんですけど、でそれで結構ね丹治さん柔らかい声で次こうなりますみたいな感じで言っていくんですけど、なんかの場面ではいここでボコボコにされますみたいな感じですんごい笑顔でサイコパスみたいな感じで言うんで、めちゃくちゃ笑っちゃいましたね。一人でもうこの部屋で笑ってました。あとねこの東京リベンジャーズっていう作品は結構こう偶然というかそういうのがいろいろあって、この物語のクライマックスが8月3日なんですよね。この物語において8月3日ってすっごい重要な日なんですけれども、それがね僕の誕生日なんですね。それがすごい偶然だなって思って、まあ8月4日でも美味しかったかなと思うんですけど、この作品とのねなんかね運命をね感じてますね。あとまあ細かいところとしては、僕が以前ユニットを組んでいた声優の林優くんっているんですけど、その林優くんがアニメ版東京リベンジャーズのマイキーなんですよね。で僕が舞台版の音楽をやると、でなんかそういうねもう2人で近いところに行ってやるっていうのもねまあ面白いところで、まあすごい偶然で、でまあよく仲良くさせてもらってる DNA さんっていう方もそのアニメ版のこのチビキャラの動画を作ってたりとか、まあこの知り合いがいろいろいたりとかするのもねこの作品の面白いところですね。しかしヤンキー文化って最近なかなか触れてないですからね。僕の世代だと IWGP とかね、あのもっと前だとろくでなしブルースの漫画を読んでたりとかね、そこら辺ですかね、そういう世代になっております。はい、では東京リベンジャーズをよろしくお願いします。